ザ・モーターウィークリー。岩貞ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー。ここからはモータージャーナリストの堤智彦さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。堤さん、はい、お年賀状を早々に頂戴しまして、はい、ありがとうございました。いやいや、すいません、遅くなりました。いやいや、全然です。堤さんがもういつも一番乗りですから。いや、あのね、もう僕本当にね、あの年賀状ってのはもともとね、まあお正月に書くもんだということなんですけども、はい、実はほとんどの方はね、あらかじめもう早く投函してお正月の1日に皆さんは、配達されるはずなんですけどね、私あの正月はね年賀状ずっとやってるんですよ、ね、でも堤さんは最近こうメールで、うん、その画像を添付してというスタイルの方がだいぶ増えてきましたけれども、はい、堤さんはこのスタイルなさるのが本当に早かったですね。そうですね、早かったんでね、いいんですけど、ところがですね、実はね、はい、あのメールアドレスを簡単に変える方がたくさんいらっしゃるんですよ。あ、はい、ですからね、あのメールで年賀をお送りしてもね、かなりの数がね、あのリターンメールになっちゃう。ちなみに堤さん何通ぐらい出されるんですか。だいたい500通ぐらい出す。そうしますとね、はい、今度その一つずつ戻ってきたリターンしたメールアドレスからですね、はい、どなたに送り損ねたかを全部ね、探し出して検索して確認して、そして今度はねまたハガキでお出しするんです。この作業が大変なんでね、私実はね4日間ぐらい、もうお正月はずっとこれにかかりっきりでした。お疲れ様でした、はい。そうですね、戻ってきた電子メールが例えばお名前が入っていたり、そのアットマーク以下が例えば会社名が入っていれば分かりますけど、すぐ分かるんですけどね、例えばニフティだったり、OCN だったりで、例えばプリティなんとかとかっていう、そうそう、なんとかメールアドだともう分からない。でそれをですね、今度は住所録の方から探さなきゃな、大変な作業です。本当は実は大変な作業です。で最初からこれならハガキでお出してた方が良かったみたいな、ね、ところあるんですけども、ま、資源の節約ということもありますしね、はい、それから、ま、お互いに多分PC でメールを交換されている方、使っている方は、ね、意外と整理が楽なので、うん、まあ、お互いにそっちの方がいいんじゃないかなとは思ってはいるんですけどね、うん、はい、ただ単にテキストだけのメールだとちょっと味気がありませんから、はい、私は一生懸命年賀状も手書きで作りましてね、はい、手書きで書いてそれを画像にしてるんですね、はいはい、けれどリターンしてきてしまったメールの整理整頓というかは大変だと。実は大変だと、はい、これからメールでの、ね、はい、年賀状を考えていらっしゃる方はぜひちょっと参考に。そうですね、簡単に変えないでください。メールアドレスはもう本当に、はい、はい、そして今日のテーマは、はい、フォルクスワーゲンのゴルフトゥーランミニバンですね、はいはい、こちらについてお送りしたいと思います。はい、はい、堤さん、まずトゥーランとはどんな車でしょう。そうですね、これフォルクスワーゲンのね、もう最も得意なそのゴルフのシリーズありますね、はいはい、このゴルフを膨らましましてね、そして3列シートにして、うん、コンパクトだけども3列シート、うん、7人乗車できるというね、はい、なかなか巧みなサイズだと思うんですね、はい、でルミちゃんはね、ヨーロッパの生活長かったですから、多分ヨーロッパでの使い勝手よくご存知だと思うんですけど、やっぱり狭い街角ではやっぱりサイズのでかいミニバンって使いづらいんですよね。そうですね、ヨーロッパなんかですと特に街中で縦列駐車が許されている区間がすごく多いので、うん、そうするとちょっとのスペースに止めたいというのはありますね。そうですよね、本当にバンパーとバンパーの中に割り込んでね、止めたりする、うん、まあ、そういった時に、あるいはまた石畳の狭い路地にね止めた時にね、はい、幅が狭いと止められるわけですよね、うんうん、ですからこのサイズというのは非常にね、やっぱ生活密着型のねサイズじゃないかなと思いますね。ご紹介しますと全長が 4.4 メートルということなので、もう本当にコンパクトなミニバンということになりますね。そうですね、はい、そしてフォルクスワーゲンの、ゴルフのですね、量産化されたコンポーネント使ってますから、うん、コストパフォーマンスも高いですね。つまり安くできる、はい、ということになりますね、はい、うん、でやはり当然ベースになっているのがゴルフですから、乗り心地も非常に。そうですね、はい、大変しっかり感がありましてね、そして
まあ、乗り心地ってもっと、ね、硬くてあの辛いかなと思ったらもちろんしっかり感はあるんですけど辛くなくて、うん、そしてやはり、ね、私感銘したのは非常にあのゴルフと同じようにハンドリングがクリーンでしっかり感があって、うん、そして卒がないんですね、うんうん、安心感があるということになりますね、はいはい。まあ、あのゴルフも歴史がありますしずっとこう走り込んで作り上げられた車ですのでその乗り心地がそのまま味わえるミニバンということになりますね、はいはい。あのゴルフのしっかりしたあの、ね、強靭な、まあ、車種剛性それからサスペンションもそうですけどね、うん、あのゴルフで鍛えられたあの足ボディをそのまま、まあ利用している、車種ということになりますよね、はい。あのまあ、国産で大体どのクラスがあのライバルになるかというと、まあ、価格でいうとですね、まあ280万円前後ということで、まあ、あの日本で非常に売れているあのセレナ日産のセレナそうですね、あのあたりが、ほぼ、ね、セレナとこう、はい、同サイズあの同価格ということになりますね、はいはい。まあ、あの燃費に関しても今回はあのダウンサイジングのエンジンを搭載していますので今回非常に燃費も 14.6 キロそうですね、はい、あの非常に良くなってますね、もうこれはね本当あのフォルクスワーゲンがね、自慢の TSI エンジン、はい、まあ、小さいエンジンコンパクトですね 1.4 リッターこれに、ツインチャージャー、うん、スーパーチャージャーとそれからターボチャージャーでパワーを出していて、ね、非常に賢いエンジンなんですね、はい。あの今日は堤さんにも音声レポートを取ってきていただいていますのでそちらをお聞きいただく前に1曲お送りしたいと思います。岩貞るみ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー今日は堤智彦さんと一緒にフォルクスワーゲンのミニバンゴルフトゥーラーについてお送りしています。まずは堤さんに撮ってきていただいた音声レポートからお聞きください。今日はですねこの快晴の箱根寺、気持ちいいですね。このワインディングを、ゴルフのトゥーラン、ハイラインに乗っています。このトゥーラン3列シート車なんですね、まあ、4ドアで、7人乗りということになってますけども、なかなか快適です。今ねこのコーナリングしてるんですけど非常にスムーズなんですよ、まさに、まあ、ゴルフ譲りそのものという感じですね。まずいつもながら素晴らしいなと思うのがこのパーステのスムーズさ非常にこのクリーンな感じなんですね。スーッと綺麗に切れ込んでくれますね。そして、その重さも程いいんですね、軽すぎずそしてもちろん重すぎないそして切り出した時にスムーズにこの狙い通りに切れてくれるあたり、まあ、私はもう本当に天下一品のパーステだと思ってるんですけども気持ちいいです。このハイラインには7速の DSG が付けられています。ですから今このワインディングでですねコーナーでシフトダウンしますと本当気持ちよくもう本当にスムーズなんですね。シフトダウンしてくれましてエンブレがかかりました。エンジンは 1.4 リッター、ツインチャージャーなんですね。ですからあの低速から発進した時も非常にスムーズに立ち上がってくれます。そして今エンジンがまた気持ちいいですね。5500回転から、上、6000回転回りましても非常に気持ちのいいスムーズなサウンド感なんですね。心地よいです。6000回転のサウンドですね。さてこのミニバンだけありまして、このドライビングシートの位置が高いんですね、まあ、目線が高いので大変よく見えます。パノラミックに前方が見えて運転しやすいんですね。まあ、とは言いましても A ピラーが結構ねやはり太いんですね。ですからある角度になった時にちょっと A ピラーが気になるなということがあるんですけども全般的には前方視界なかなかいいです。そして乗り心地これもね足がしっかりしている割には、快適なんですね。この辺りの足よくできてますね。そして音です。まあ、静粛性これもなかなかいいフィールですね。アイドリングもやかましくありませんしバイブレーションもほとんどありません。大変スムーズに走れます。で快適な居住性ですね。
そしてまあ何と言いましてもこの走り取り回しがですね、まるで通常のゴルフのように取り回し感がいいんですね。スムーズに走れます。まあ、こういったあたりですね、やはりあのゴルフのコンポーネンツを上手に使っていくだけあって、なかなか設定がよくできていまして、快適にあのストレスなくこの7人乗りのミニバン、これを走らせることができます。非常に使いやすい、使い勝手のいい、程よいミニバンだという感じがしますね。はい、堤さんのゴルフトゥーラーの音声レポートをお聞きいただきました。もう程よいミニバン。そうですね、あのね、そう思いましたね。はい、というのはね、あの少しもストレス感がないんですよ。うんうんうん、そしてサイズ感もいいし、はい、それから走った時そのあのステアリングの重さだとか、それからあのハンドル切って切れ込んでいく雰囲気なんかもね、うん、癖がないんですね。うんうん、ですから女性の方でもね、本当にスムーズにね、スッと乗れると思うんですね。はい、やはり一番気になるところは、このミニバンという大きくて重いサイズでありながら、うん、1.4 リッターのエンジンだっていう、はい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 、だいぶねもう皆さんコンパクトなエンジンでも大丈夫というふうに、はい、こう流れは変わってきましたけれども、はい、そのあたりはいかがでしたか。そうですね、これね TSI エンジンの優れたところでね、まあ、の小さいエンジンでありながら、まあ、当然ながら小さいエンジンのままですとパワーがないんですけども、今度はそのパワーのないところをスーパーチャージャー、あるいはターボチャージャーでパワーを持ち上げてるんですね。はい、それで140馬力出してます。でね、これフォルクスワーゲンってねすごいなと思うのはですね、実はねさらに大型で重いシャラも同じエンジン乗せてるんですね。はい、で実はね結構このエンジンね使い倒してるんです、あっちこっちに。はい、でねシャラにも乗せてると思えばですね、もちろんポロにも乗せてるし、はい、ゴルフにも乗せてるし、あれこれいっぱい乗せてるんです。それでね、そんなんでいいのって思っちゃいますよね。はい、あんなちっちゃな車から大きな車、それでシャラの人なんかね高い金出したり、なんでそんなあの下の階のねトゥーランのエンジンなんだよなんて言いたいんでしょうけどね。はい、ちゃんとねこれ賢いと思うのはね、実はこの TSI エンジンってのはターボで、下級してますから、ターボはねこのコンピューターのコントロールによってね論理的にどうにでもねこの排気量が変わっちゃうんですね。自在なアレンジ、自在なアレンジ、うん、でパワーが全部違うんですよ。なるほど、なるほど。ですから例えば、この今のトゥーランでは140馬力、はい、でもシャランでは150馬力、うーん、でポロでもまたパワーが違う。でこれが賢いんですよ。あのねコンピューターでねちょこちょこってやるだけでねパワー全部変えられちゃう。で物は同じなんですよ。まさか堤さんご自身でいじったりしてないでしょうね。それはまあブラックボックスでいじれない、そうなんです、ね、ですからねそんな風にね大変賢いエンジンだと思うんですね。でユーザーはまた素材が同じですから、つまり安く手に入るわけですね。はいはい、これ全部それぞれエンジンが違ってたら、うん、それだけ高いものを買わなきゃいけないんですけど、はい、同じ素材で味付けだけ違う、うん、というんで大変ねそのコストパフォーマンスが高いんですね。そうですね。でも結局シャランまでこうスムーズに動かせるだけのポテンシャルが高いエンジンだと、うん、そういうことですね。もともとのね、うん、ポテンシャルを持ってるんですね。はい、それをねポロからねシャランまでねどれでも乗せちゃってところはねフォルスワーゲンってのはすごいなと本当にね感心しますね。そうですね。はい、はい、でまあこれとの組み合わせとして一般的なオートマティックとか CVT とは違う、うん、DSG という変速機を使ってますね。いい質問ですね。待ってました。はい、DSG、はい、答えさせてください。はい、私ね DSG 大好きなんですけどね、まあ、これは早く言えばですね普通のいわゆるマニュアルシフトと言われた我々がね手足を使ってやってたシフトを自動化してるんですね。うん、そしてさらに、進めたのが、まあ、クラッチを二重にすることによって、もう本当にねシフトタイミングのロスといいますかね、シフトロスがなくてもうあっという間に1速から2速、2速から3速自由自在に、ね、瞬時に切り替えてしまうんですね。うん、はい、ですから非常に燃費がいい、はい、そして非常にスポーティーなシフトができる。うん、だから私ね一番大好きなのはね、はい、実はね私ねシフトがすごい下手くそ、ね、本当。それでね何をおっしゃいますか。レーシングドライバーの下手くそなんです。それでねシフトミスがないんですね。絶対にミスしない、はい、
要はあのレッドゾーンまで回しすぎたりということはないんですね、はい、それから間違えて4速から2速に入れたりというのもないんですね、うんうん、ですから非常にエンジンをあの保護できるカバーズ、はい、ですから DSG 使っている限りエンジンを絶対壊さない、うん、というメリットがありますし、素早くミスあのシフトができるということがあって、大変ねドライバーにもエンジンにもストレスかけないミッションなんですね。そうですね、先ほどの音声レポートの中でもシフトダウンをした時にウィーンっていう音が出てましたけれども、まさにそういったこう自分がここでシフトチェンジしたいという時に反応してくれるという。そうなんですね、はい、ですからあのもうハートはねスポーティーにあのシフトできて、もうスポーティーに自分の自在にシフトができるんですけど、ストレスがない。ですからあの女性の方でも簡単だし、実はねあの素早いシフトワーク、それからスムーズなシフトワークっていうのはあのペダルワークがすごく難しいんですね、うんうん、はい、ダブルクラッチ踏んだり、それからあのミートするときにね微妙にねアクセルをちょっと踏みながらあのクラッチをそっとつないでやるような、シフトダウンの時ですけどね、はい、テクニックがいるんですけど、それを待って全くいらないんですね。で大好きです。要するに誰でもものすごくいいシフトチェンジができる、はい、誰でもね F1 パイロット、はい、岩佐ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー、今日は堤智彦さんと一緒にフォルクスワーゲンのミニバンゴルフトゥーラーについてお送りしています。さて堤さん、あの先ほどエンジンの、ね、お話は、聞かせていただいたんですが、もう一つやはりあの音声レポートの中でもおっしゃっていたその振動とか音とか乗り心地感がやはりすごくいいというお話でしたが、はい、はい、そうなんですね、まあ、なんと言いましてもね、その、まあ、このエンジンも非常にスムーズでしたしね、はい、まあ、1.4 リッターということもありますので、またターボということもあるので全体に音も静かなんですね、うんうん、はい、そして、まあ、ゴルフ譲りのしっかりしたハンドリング、はい、そして高速スタビリティの良さ、はい、まあ、こういったところがですね、やはり高速道路をねロングツーリング、高速走行ツーリングといいますかね、まあ、高速クルージングしたい方には、ね、大変ぴったりかなと思いますね、うん、はい、あのまあ、ヨーロッパの方は、ね、うん、3週間4週間のバカンスをこう700キロぐらいこう移動してこう海でのリゾート地っていう使い方をされるので、うん、やはりそういったところもあるんですかね、はい、あのそうだと思いますね。やっぱり一度走り出しますとね、それこそ200キロ300キロ一度にボーンと行っちゃうわけですよね、うん、でまあ、もちろん今ねルミちゃん言ったように700キロぐらい走ることもあると思うんですね。でそういったあの高速ツーリングしてる時のスタビリティの良さ、それから安全性の高さですね、はいはい、ですからもうシートベルトもね 全員分が3点シートになってるんですね、はい、3点式シートベルト、はいはい、なってますね。なんで、まあ、そういったあたりとか、それから ESP がちゃんと全車ね、はい、標準装備されるとかね、横滑り防止装置はこういう背の高い車は本当重要ですね、はい、もうそうだと思います。しかもあのいろんなあの季節走るわけじゃありませんか、滑りやすい路面もあるでしょうしね、はい、うんうん、ですからとにかく安全に高速巡航ができるというところをねものすごくターゲットに置いてるなという気がしますね、はい、もちろんそれなりの燃費を持たせようとはしてますし、まあ、そういったあたりやはり高速ツーリングってところがなんかキーワードかなという気がしますね、はい、ただ一方ですね、はい、日本という市場はものすごくミニバンが、はいはい、国産メーカーが頑張っています。でそういったメーカーが、に比べるとですねシートアレンジという点ではどうかなという部分はあるんですが、そうなんですよね。要するにねシートアレンジ全くできないわけじゃなくてですね、はい、実はセコンドシート、これシートが3つくっついてるんですけどね、全部外せるんですよ。でこれはね驚きですね。要は独立して1席2席3席並んでて1つずつが取り取れちゃう、はい、ですから、まあ、そういう意味では好きなようにシートアレンジできるんですけど、うん、はい、でもねお父さんがねよいしょってね頑張らないとねお母さんがねあらよってわけにいかないんですね。で そうなんです。でその辺がねやっぱりフィロソフィーですか、その安全に対する哲学も違うでしょうし使い勝手も違いますね、うん、確かにね簡単に外せない
し、簡単にアレンジはできないんですけども、しかしがっちりした非常に安全性の高いシートをつけているというところはありますし、はい、その辺が、ね、日本となんか対比で面白いですね、うんうん、日本は簡単にお母さんが、ね、カチャカチャっとできて、ね、そうですね、ウォークスルーできたり、ね、これはこれですごく便利でいいと思うんですけどね。そうですね、何かそういう生活環境って風土の違いっていう感じを、ね、ものすごく感じますね、うん、やはり求めてるものが違うので、うん、同じミニバンというカテゴリーでも、うん、こういうキャラクター的にかなり違うところがこう長所として出てくる。おっしゃる通りだと思いますね。ですから日本ではね、なんか部屋の延長といいますかね、うん、もう一つのワンマイルームって感じしましてね、しますね、すごい楽しいんですけどね、オーディオなんかもすごく豪華になってきてますよね、はい、そうですね。ですから本当に部屋感覚で日本はどちらかといえば使うんですけども、はい、やっぱりヨーロッパ車ってのは移動が目的ということになりますからね、バカンスにね、うん、全員乗って、うん、それこそね、地中海まで行こうとかね、はい、あるわけですからね。いいですね、地中海行きたいですね、行きたいですねですからそういうね、なんかライフスタイルの違いということでしょうかね、うんうん、ただサードシートに関しては取り外しはしなくてよくて、床下に簡単にこう収納でき、そうですね、荷物を詰めるというのもやはり荷物も積みたいヨーロッパの方向け。そうですね、うん、でサードシートはね、もう本当にこのトゥーランの場合はね、はい、やはり小さいお子様って感じでしたね。はい、実はね、床下がねすごくね高いんですね。だ短い足の私でも辛かったんですねいえいえ、宇都宮さん足長くていらっしゃいますから。いやいや嬉しいな、もう今年はね本当にいい年になりそうですそんなわけでね、ちょっと辛いんですけども、でもね、子供を乗せて7人ツーリングできるし、はい、今ね、ルミちゃん言ったように簡単にパタパタンと畳めるというこういったね手軽さはありますから、うん、いわゆる普通の使い勝手というのは大変良かったと思いますね。はいはい、国産車と比べるとやはりその長所的なものがいろいろこう、キャラクター的に違ってきますけれども、うん、トゥーランはどういった方がよく人気というかお買い求めに。やっぱりねこだわり持ってる人だと思うんですね、うん、つまりねまず第一はねこのエクステリアやっぱりねどことなんかかっこいいんですね。気品もあるしね、ちっちゃいくせにねかっこいいんですよねなんか清楚というか、はい、真面目というか。そうなんです、パシッという感じがありますね。パシですよね、パシッとして、ね、見てくださいよこれかっこいいありませんかねラジオ聞きの方はぜひホームページでチェックをしていただきたいんですが、はい、そしてやっぱりあとはね高速ドライビングの、ね、安定度の良さとかですね、うんうん、そういったところ、まあはい、つまり安全性が高くてしっかりきちっと走ってくれるパシッとした雰囲気、うん、まあ、こういったところにねこだわる方にはおすすめだと思いますね。そうですね、まあ、今までどちらかというと輸入車だと同じサイズというか同じクラスの車だとちょっと割高だなっていうのが一つ抵抗感になってた国産好きな方はいらっしゃったんですが、うん、最近の、まあ、円高というか、そうですね、もしくはやはり冒頭で堤さんがおっしゃったように、まあ、ゴルフベースでエンジンもこう量産高価で安くでき価格が280万円ぐらいという非常にもう本当に国産のミニバンと価格的にもこうガチンコ勝負ができる価格帯ですね。もちろんもちろんもっと安い国産ミニバンはあるんですけども、はい、でも先ほど言いましたねセレナと同じようにですね、うん、ほぼ近い、はい、プライスになってますから。そうですね、エクシーガとかそのあたりとも大体価格帯がもう同じぐらいになってきてるんで、そうですね、はい、ですからやっぱり、こういったあたりで買いやすくなってるし、それからやっぱりねちょっと人とは違うものを乗りたいという方ですね、うん、はい、そういった方にはすごくこうターゲットになる車じゃないかなという気はしますね、うん、ただ一つこれはスライドドアではなく4枚ドアなんですね。ここが小さなお子さんのいる家庭とかはどうかなっていうところはあるかもしれない。いやいやいやあります、はい、ですからねそのあたりがねやっぱちょっと風土の違いかなという感じはするんですね、うんうん、ですからやっぱりそのあたりをなんて言いますかね、ヨーロッパ車というところで、乗っていただきたいと思うんですけど、また当然ながらさらにねちょっとグレードは高くなるんですけど、はい、シャランはまたそういうね、今のママのために両方スライドドアということでね、はい、間もなく出てきますからね。そうですね、はい、もし4枚ドアがちょっと苦手だなという方、スライドドアがいいわという方はゴルフトゥーランのお兄さん格になるシャランが両側スライドドアをつけていますので、
そういった車をお選びいただければ。そうですね、はい、ですからだんだんねやっぱりあのヨーロッパの車もね日本車をねスタディしてるし、はい、だんだんこういったなんかあのお互いにいいところにした車が出てきますね、うん、はい。ここまでは堤智彦さんと一緒にフォルクスワーゲンのミニバンゴルフトゥーラーについてお送りしました。岩佐ダルミコナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー。ここからはウィークリー広報のコーナーです。本日は鈴木株式会社広報課神原圭吾さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。引き続き堤さんにもご同席いただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。神原さん、1月も半ばになりましたが改めまして明けましておめでとうございます、はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそお願いいたします。年末から年始にかけてものすごくソリオのコマーシャルを拝見しました、はい、ジャニーズのカトゥーンの皆さんが、はい、楽しそうに乗っていらっしゃる図がありましたけれども、ありがとうございます。もう鈴木にとってはスイフトに次ぐ小型車の第二の柱として、はい、ソリオを売っていこうという意気込みなんですよ、はいはい。ソリオという名前自体は今までもワゴン R ソリオという名前で、リスナーの皆さんもよく耳にしていらっしゃったかと思うんですが、はい、全く違うんですよね今回は。そうです。名前は引き継ぎましたけれども、はい、新型車として開発をいたしまして、コンパクトなボディで、今までありそうでなかったミニバンということで、今回デビューしました。はい、エンジンが 1.2 リッターということになりますので、はい、いわゆるコンパクトカーという部類の中であっても、それこそ他にないこのトールサイズというかトールワゴンなタイプですよね。そうですね、はい、でこれは国内専用車。そうです、はいはい。鈴木さんは最近スイフトをはじめ世界戦略車として非常に車の質が上がってきていますが、はいはい、そんな中でも、国内専用で作ると、やっぱりちょっと作り方というのは違ってくるんですか。そうですね、世界戦略車の場合には例えばその、発売する国の ご要望を、全て取り入れなければならないという難しさがあると思うんですけど、はい、国内専用車の場合は日本のお客様の声を、全て、取り入れるということになりますので、若干気が楽なんじゃないかなと私が言うのもなんですけど、はい、方はでもそれだけ日本のユーザーの皆さんにはもうストレートにこう適した車に仕上げることができる、はい、そうなったと思っております、はいはい。何よりもこのサイズですよね。そうですね、はい。横幅が1620ミリと、はい、全長も3710ミリ、はい、いわゆる5ナンバーは1690ミリとか、そう1700ミリ以下なんですけども、はい、この1620ミリっていうサイズがちょうどいいと思うんですよね、うん、例えばこう、車庫が狭いお宅であるとか、はい、駐車場がこう狭いスーパーだとかっていうところだと非常にこうありがたいサイズだと思うんですよ。そうですね、はい、堤さんこのサイズ感いかがですか。いや、いいんですよ。時々やっぱコンビニなんかのね止めた時にね、あれ結構ねああいうところの駐車場ってね白い線で引いてるのが狭いんですよ。だからギリギリなんですよね。ですからねこのソリオなんかだったらすごく安心感がありますね。そうですね、はい、ですから女性の方にはね嬉しいんじゃないですかね。そうですね、やはり世界戦略車になると、大柄な方を想定して横幅どん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 広くなって、はい、というのがあるんですけれども、そういったところも国内専用車のメリットでこのサイズができたと。そうだと思います。はい、はい、であとやはり両側スライドドア、はい、はい、ここですね。そうです、やっぱりこれが一つ一番の売りになると思います。はい、後席両側スライドドアにすることで、先ほども言ったような狭い駐車場で、乗り降りするときも非常に安心感があると思いますし、はい、例えばお子様が、後席を急にドアを開けて飛び出したりっていう、心配もないと思いますので、はい、安心だと思います。これはもう本当に小さなお子さんの、ね、いらっしゃるお宅ではもう本当に悩みの種で、子供さんがバーンと開けて、隣の車にぶつけてしまうという。そうですよね、はい、不安がすべて解消できるということですね、はい。あとウォークスルーになっているので前後 この行き来もしやすい。そうです、前後、ウォークスルーできるものですから、はい、例えばですね、
後ろから乗り降りしてみるとか、うんうん、ということもできるんじゃないかなと。あ、はい、いいですよね。雨の日とかもその傘を畳んでさっと乗り込むときに、そうですね、はい、やっぱりそのこう普通にバタフライタイプよりもスライドの方がさっと行けますから、はい、そうですね、あと本当にぴったりした車庫とかも本当に便利ですよね。あの壁がこうあって、こうバタフライ状態だとドアは開けられないけど、スライドドアだったら開く、はい、それも非常に便利だと思います。はい、はいはい、堤さん、あとはですね、リアシートというか後ろがリアシートが畳めて自転車を乗っけることができる、はい、そうなんです。よく振ってくれましたねそうなんです。もう自転車大好きな堤さんには、というのはね、まあ、カタログ今見てますとね、びっくりしたのはね、26インチ型と20インチ型2台乗せられるとなってですね、これね、なんかさっきもね、ルミちゃんがちらっと言ってましたけどね、あのママが、雨が降ったんで子供をね、はい、ちょっとどっか塾かなんかに迎えに行ったりするときにね、はい、自転車ごと乗せられちゃうんですよね、でこれなんかもすごくいいですね。そうですね、やっぱりこのママチャリというか、そういった自転車ごとというニーズというのは多いんですか？実は多いんですよ、はいはい、先ほど堤さんがおっしゃられたような送り迎えで自転車ごと乗って帰るとか、っていうのは多いですね。はい、はい、じゃあやはりもうそういった日本の使い方ならではですよね、そういったものも、はい、にも対応できていると、はい、いうことですね。はい、あとは、まあ、もうすぐ鈴木さんはもう新年早々スパートをかけていらして、はい、もうすぐ20日ですか、 MR ワゴンも発表されるということですね。そうです、はいはい、こちらも新エンジンを搭載して、はい、デビューします。はいはい、やはり期待するのは燃費ですか？そうですね、やっぱり今お客様に求められているのは低燃費なので、できる限りいろんな技術を投入して、はい、その時代に合った車をご提供できればなと思っております。はい、わかりました、はい、新年から本当に鈴木のファーストダッシュというか、そこに期待をしたいと思います。本日は鈴木株式会社広報課神原圭吾さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。レギュラーコメンテーターの堤智彦さんともここでお別れとなります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。